さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。剣士、実況始めます。久々に新たなメンバーを迎えた前回、新メンバーの育成も着々と進み、拠点の生産活動も軌道に乗りました。スナイパー戦隊クインテッドレディーズね。まあまだクロスボウ1回も撃ってないけどね。まずは基礎から訓練、これ剣士の常識。まあ筋力と防御スキルは育ちましたから、そろそろ射撃訓練も始めていい頃ですけどね。そのために必要なボルトを今皆さんには作ってもらっています。レディーズのデビューも相当いい日じゃなさそうなのよ。訓練内容も考えないといけませんね。ってことでただいま、いや大量大量、スーちゃんお手製の防具がいいお値段で売れるからもう猫の心配はなさそうなのよ。しかも店の親父がなんかいきなりリッチマン。今までいくつも店回ってやっと売り切ってたのに最地下のウェイステーションだけで済んだのよ。商人の所持金が増えるモッド入れたんですけど効果ありで何よりです。で、拠点の方はオールオッケー、万事順調なの。一つ問題がありまして。それは何なの？これです。あれ、ビープくんお眠なの？怪我でもしたの？完全な健康体ですね。じゃあなんでお眠なの？わかりません。なんか急にベッドに行ったがるようになりまして、タスクの入れ方が悪かったのかと一度全部削除して入れ直しましたが、やっぱり暇になるとベッドに直行しちゃうんですよね。ベッドに入るとテコでも動きません。おかげでビープさん担当のタスクが詰まっちゃうんですよね。直接指示して農場に連行するとまた働いてくれるんですけどね。遅れてきた反抗期なのかしら。原因がわからないのでしばらくは様子見ですね。とは言っても問題はこのくらい、あとは至極順調な拠点運営ですね。今日もまったりのんびりな拠点生活になりそうなのよ。レイドもせいぜい出すと盗賊くらいですしね。バーンさんの雑貨屋では新たにロボット工学作業台を設置。電子部品と救急キットの在庫は十分なので次はスケルトン修理キットの生産開始です。バーンじいちゃん随分器用なのね。ボスの子というやつだな。しかしこの修理キット、作るのがとんでもなく面倒な代物だぞ。なんせ完成までに工程が5つもありますからね。正直店で買った方が効率はいいだろう。ぶっちゃけその通りなんだけどね。でもせっかく作れるわけだし、作ってみたいじゃないの。自給自足で意識高い拠点を目指すわけなのよ。SDGs なのよ。時間は有り余っているから問題はないがね。ということで引き続き生産よろしくお願いします。スーさんは人数分の傑作侍鎧を作り終えました。さすがスーちゃん、お安いご用です。この後はスネ当て、兜、長靴の製作に取り掛かってもらいます。まだまだスーちゃんのお仕事山積みなのね。スーさんの家事スキルも80を超えて作るのは全て熟練等級以上の一品。傑作も1割以上の確率で作れていますし、製作スピードも上がっています。ここからは傑作が揃うのもかなり早くなると思いますよ。売り値も高くなるし、ますますうまうま。早速また行商に行ってくるのよ。あ、それなら今回はデッドランドのゴロゴ山で行ってもらえますか。なんでさ。新加入のゲディーズの武器を調達してきてください。クロスボウは拠点で作る予定ですが、サブ武器は買った方が早いですからね。猫には余裕がありますし、一番いいやつを頼みます。大丈夫だ、問題ない。ちょっち売る数も多いし、またゲディー借りてくのよ。相変わらずいい品揃えしてんじゃないの。ゲディーズのサブ武器、刀でいいかしらね。工場長のスパルタ訓練も刀使ってるしちょうどいいでしょ。パラディンクロスのいいやつも見つけたから、バーンじいちゃんのお土産に買ってくのよ。帰る前にブラックデザートしてイノバーで一休み。相変わらずの酸性腕玉のお肌が台無しなのよ。しっかし相変わらずしけた品揃えね。スケルトンしかいない町だししょうがないけど、ゲディも好きなもの頼みなさいな。水か酒しかないけど、一休みしたらまたヒリヒリしながら拠点まで豪だしね。出発までは各自思い思いを好きなようにくつろいでほしいのよ。ラジャー。お、スケルトンおるやん。やあどうもハローハロー。また人間か。これで会うのは100万人目かな。数千年経ったらどうなるかって、人間など手に取るようにわかるようになる。それがどんなに退屈なことかわかるか。行き場のない街で自分と同様の者たちが具合の悪いところを並び立てるのを聞き流しながら絶望感に浸り続けるのさ。ダウナー系12秒かな。なら場所を捨てよ、街へ出よう。あ、でもここ一応街だし、別にスケルトン本読んでないし。一度は外に出てみたさ、なんともひどいものだった。わかる。やっぱインドア最高、陽気はしね。夢なんてバカらしいものさ、おすすめはしないよ。私と一緒に来ないか、ワクワクさんがいるよ。お前は何を言っているんだ。ママこのスケルトン買ってもいい？あの流れでなんでそうなるの？あと誰がおかんじゃ。ねえいいでしょ、ちゃんと面倒見るから。まあ前回4人増えたし、もう1人増えても別に構わないけど。君がワクワクさんなのかい？誰がゴロリじゃ。お前は何を言ってるんだ。ってことで新メンバー追加ね。お名前はサットミール。随分と雑な加入イベントでしたね。よろしく頼むよ。私はインドア系だから冒険のお役にはあまり立てないかもしれないがね。しばらくはこの拠点で引きこもる日々ですので大丈夫でしょう。それはよかった。サットミールはゲディに預けて立派なゲディーズに育ててもらうのよ。また顔変えるんですか？うんにゃ、せっかくのユニークキャラだしね。見た目はこのまんま。
ってことでウェルカムカモーン。ようこそサットにいる我が拠点へ。ああ、よろしくお願いするよ。じゃあまず筋トレね。鉄鉱石でいっぱいのバックパック抱えてひたすら歩く。これ重要。もしかして私は騙されて連れてこられたのかい？大丈夫大丈夫。ここの子たちみんな経験者だから、筋トレ大好き。今度そのあたりで野党に拾ってくるから次はそれ担いで筋トレね。何それ怖い。サットニールさんにも前回のゲディーズと同じレベルまで鍛えてもらいましょう。そしてしばらくの時間が経過。スーさんが必要人数分の侍装備セットを作り終えました。頭の先から爪の先までもちろん傑作投球。さすがスーちゃん、お安い御用です。鍛冶スキルは85超え。鎧の後はそれほど時間もかかりませんでした。ちなみに材料の装甲版作ってた私とゴッドハンドの鍛冶スキルも80超えちゃいました。でも7セットしかないじゃん。今うち王女隊なのに。何も全員が侍鎧を装備するわけではないですからね。侍鎧は主に近接ゴリマッチョメンバーに使ってもらう予定です。もちろんマスターも今後は侍鎧にチェンジ。誰がゴリラじゃ。言ってません。でも侍鎧あんま好きじゃないのよね。見た目ダサいし。でもスーちゃんの愛情こもったお手製だし、まあ仕方ないわな。この先さらに過酷な場所に行くとなればやはり装備は大事ですからね。スーさんは引き続きプレートジャケット黒の鋳造を開始してもらいます。こちらは近接以外のメンバーが装備する予定。主にデディーズですね。今スーちゃんとご主人様が着てるやつね。防御力はプレートジャケット白の方が良いらしいんですけどね。黒は隠密仕様ですし。侍鎧が白基調だからコントラストで黒一択。性能は無視。剣士なら黒に染まれ。サットニールさんの筋力が60になったので次は防御スキル。今回も工場教師さんよろしくお願いします。工場教便利よね。10分経たずに防御スキル70の出来上がり。筋力鍛えるのは結構時間かかるんですけどね。特にルカさんは今24時間鉄鉱石満載のバックパックと野党の死体抱えてますけど、それでもやっと今筋力93ですからね。ルカちゃんが死体抱えて拠点うろついてるの正直似合いすぎて怖い。そしてサットニールさんのトレーニングも終了。いよいよゲディーズの射撃スキルの訓練開始。お手伝いは私とマスター、それに食料班のビープさん、シドさん、アブヌさん、それ以外のメンバーは拠点でお留守番です。襲撃来ても4人いればなんとかなるやろ。しかしまあ、サットニールさんのはぐられ感がすごいですね。まだ状況が理解できない。立ちポーズだけでもゲディーズと合わせた方がいいかしらね。考えとくよ。訓練といってもやることは単純。砂漠を徘徊しつつ敵を探し、近接ゴリマッチョがひたすら防御しつつ敵を引きつけ、ゲディーズがそれを爪楊枝で狙撃する。それだけ。いい具合にフレンドリーファイアも入って高精度射撃スキルも上がって一石二鳥。たださ、そう都合よくビークシングミッと出会えるわけじゃないのよね。爪楊枝のダメージしょぼいけど6人で狙撃すればすぐ死んじゃうし、正直効率が悪いのは否めない。もっとこうないの、お手軽にクロスボウのスキル上げるやり方って。そうは言っても工場長トレーニングみたいな都合のいいやり方がないんですよね。ただ効率が悪いという点については同感です。ちょっとやり方を変えてみましょうかね。ということで全員集合。ゲディーズの訓練のためにプチ遠征に出発です。ストロガノフとトンカツのバックパックには食料と治療キットがたんまり。ゲディーズにはボルトを持てるだけ持ってきてもらいました。拠点止まっちゃうけどいいの？スーさんはすでにプレートジャケット黒を必要人数分作成済み。食料は容器3個分が満杯。まあいいんじゃないですかね。で、全員揃ってどこに行くってのさ。それはついてからのお楽しみ。それでは出発しましょう。ここをキャンプ地とする。何言ってんの？ってここフォグアイランドじゃん。ここがキャンプ地ってどういうことなんだってばよ。ほらなんか来てるし、いきなり空気満々だし。そう、そこです。だからどういうことなんだってばよ。ここフォグアイランドは年中鉄火場状態の岩場爆心地。敵を探すのも一苦労だったケムとは一味違います。ここならゲディーズも撃ち放題、スキル上げ放題でみんなハッピー。ハッピーどころかペロンチョの危機なのよ。今の我々ならフォグマンの一段程度に遅れを取ることはないでしょう。やることは先ほどと同じ。近接ゴリマッチョ、耐える、ゲディーズ、撃つ。そんだけです。あとは回数をこなしてスキルを上げるのみ。しかし次から次に湧いてくるのね、フォグマン2機。これじゃ落ち着いて訓練なんてできやしないのよ。そうですね、訓練を続けるための環境は必要ですね。ということで訓練用の仮拠点建設。まずはストームハウスを1棟建築。ベッド2台とスケルトン修理ベッド2台設置。仮拠点の設備はこれだけ。訓練が済めば不要になるのでこのくらいで良いでしょう。傷がひどいメンバーは順次ベッドで休んでもらいます。仮拠点ができたので早速訓練開始。都合よく出すと盗賊のレイドが発生しました。こんなしょっぽい拠点でもレイドって起きるのね。やることはシェムの時と同じ。防御を固めたゴリマッチョどもに撃つべし、撃つべし。いや撃つ相手違うでしょ。シェムの時と違うのはゲディーズはストームハウスの上から安心安全に狙撃します。これで漏れた敵がいても安全に訓練が続行できるわけです。そう思っていた時期が私にもありました。おい待て、なんで撃たないのゲディーズ。あ、自分定時で上がりますんで。こっ
ちは命がけなんやぞてめえ。なぜかストームハウスの上だと安定して射撃してくれないんですよねゲビーズ。射角が取れないのか原因はよくわからないんですけど、とにかくこのままではゴリマッチョの被害が大きくなるばかり。やむを得ず全員拠点の外に出て訓練を再開。しかしクロスボウ部隊を駆使した戦闘に慣れておらず、折りやすくカニバルの大群レイドが発生して現場はそりゃもう大混乱。その最中にゲビーズの2名がカニバルにさらわれるハプニングも発生。気づくのが遅れて奪還にかなりの時間を費やす始末。防御スキルはそこそこ鍛えたけど攻撃は赤ちゃんだから囲まれるとボコなのよねゲビーズ。そんなこんなで波乱のスタートとなったホグアイランド合宿。しかし数をこなしていくうちになんとか形になってきました。大群が相手の場合はゲディーズは屋内に避難、ゴリマッチョが敵を殲滅、そこそこの数が相手の時だけゲディーズの出番という形で訓練を継続。ジェムの時よりは戦闘回数もこなせますし、これでスキルアップを目指しましょう。で、いつまで続けんのさ。無論刀折れやスキルまで。言い方。とりあえずは手持ちのボルトがなくなるまでは続ける予定です。実戦で物になる程度まではクロスボウと高精度射撃のスキルを上げておきたいですね。正直そう何度もやりたい訓練じゃないのよね。時間かかるし、攻撃もできずにボコされる上に後ろから撃たれるゴリマッチョの気持ちも考えてほしいのよ。必要な犠牲でした。まあカンスト目指してるわけじゃないですから。ある程度スキルを上げたらその後は実戦で鍛えれば良いでしょう。まったくそう願いたいのよ。それではクロスボウ部隊の訓練でホグアイランドで合宿を始めたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。